人って期待する生き物だから、一度快感を覚えるとやめられなくなるんですよね。もっともっとってどんどん欲しくなる。みなきさん。お、お疲れ様。駅まで一緒に帰りましょう。うん。あ、ご飯食べて帰りません？あ、駅前にパスタ屋さんできたじゃないですか。お疲れ様です。お疲れ様でした。みなき。はい。小山さん、お疲れ様。どうも。このホテルはね、フロアごとに客室の内装を変えてて、最上階は景色も素晴らしいんだよ。はあ、素敵。はい、これ。相澤さん？課長、どうかしたんですか？こういうことされては困ります。え？帰り待っててくれてるかと思ってた。残業時間溜まってるんで。なんでそんな急に冷たくするの？私のこと守るって言ってたじゃん。あれ嘘？ここではまずいです。他の人に聞かれたら。私だけの味方になるって言ったじゃん。言いましたけど。けど何？小山さん！本社だからこんなことは間違いだって分かってる。立花さんのことを好きかどうかは正直分からない。でもどうしても。私が欲しくなっちゃいました。自分だけはそうならないって思ってた。俺はそんな人間じゃないって。だから言ったでしょ、好きと欲しいは別物だって。人って期待する生き物だから、一度快感を覚えるとやめられなくなるんですよ。どんどん欲しくなる。でももうおしまい。なんで？あなたは私に落ちたから。
パワハラの次は社内不倫。あなたを守ることはもう難しいわ。相沢さん、あなたは一体会社で何をしてたの？申し訳ありませんでした。平野の件があったばっかりだぞ。どうしてくれんだ。しかもお客様のホテルで何してくれてんの？え？横田様がオーナーのホテルだよ、ここは。評価指標の参考にって立花さん招待したら相沢君が乗り込んできたって。横田様カンカンだよ。申し訳ありません。で、こんな動画流れたら社内スキャンダルじゃ終わらないよ。もう君たち夫婦はさ、揃って何してんの？すいません。どこで間違ったかな。うん。どこまで戻ればやり直せるのかな。出会いから。相沢さん、ガンバファンなんですか？私もなんです。あたりから。全然見に行ってないね、サッカー。ゲームもいつからやってないんだろう。負けた方が皿洗いする制度も忘れてたね。私たちいつから仕事の話しかしなくなったんだろう。話すことなんてたくさんあったのに。バカだね。バカだよ。誕生日。本当だ。ビール飲む？飼い慣らした幸福論理、新しい予感に気づいてるのに。 Hey hey、 愛したいんだっけ、抗ってる本能に。自暴自棄に大胆な目視線に、ガラスの世紀も溶けちゃいそうな雰囲気。帰りたいは自然に。おはよう。